平成23年2月15日火曜日午前、東京都千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓園で開催された硫黄島戦没者遺骨引き渡し式に参列しました。挨拶を述べた後、硫黄島から帰還された822柱のご遺骨に黙祷を捧げ、献花を行いました。本日ご帰還をいただいた戦没者の皆様、長い年月お待たせし、誠に申し訳ございません。政府を代表して深くお詫びを申し上げます。皆様が命を落として守ろうとされた祖国を受け継ぎ、私たち日本国民は戦争の惨禍を繰り返さないとの固い決意のもと、平和と繁栄の実現に邁進してまいりました。ご家族の待つその祖国に帰られた今、どうか安らかに お眠りください。午後、衆議院本会議に出席しました。野田財務大臣から特例公債法案、税制改正法案について趣旨説明が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。続いて、片山総務大臣から平成23年地方財政計画について発言が行われた後、地方税法案、地方交付税法案等について趣旨説明が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、ガントゥムル議員を団長とするモンゴル国家大会議議員団の表敬を受け、両国間の共通外交目標である戦略的パートナーシップの構築に向けて、モンゴルとの関係をより一層発展させたいと述べました。続いて、インドのシャルマ商工大臣の表敬を受け、日インド包括的経済連携協定を署名できることを嬉しく思うと述べました。16日水曜日午前、参議院本会議に出席しました。野田財務大臣から平成21年度決算の概要について報告が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。続いて、平成20年度決算ほか5件の技量案件が可決されたことを受けて、菅総理は内閣に対する警告に関する所信表明を行いました。投票総数237、賛成237、反対0、よって全会一致をもって委員長報告の通り内閣に対し警告することに決しました。先ほど議決されました内閣に対する警告に関し、内閣総理大臣から発言を求められました。内閣総理大臣菅直人君。ただいまのご決議に対しまして所信を申し述べます。政府としては従来から国の諸政策の推進にあたって適正かつ効率的に執行するよう最善の努力を行っているところでありますが、今般8項目にわたるご指摘を受けましたことは誠に遺憾であります。これらのご決議の内容はいずれも政府として重く受け止めるべきものと考えており、ご決議の趣旨を十分に踏まえ、今後このようなご指摘を受けることのないよう改善指導をしてまいります。午後、衆議院予算委員会に出席。外交・安全保障等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、韓国のキム外交通商部長官の表敬を受けました。18日金
金曜日、午後総理大臣官邸でインドネシア共和国のマルティ外務大臣の表敬を受けました。その後、都内で開催された世界ランテン日本大賞2011開会式に出席し挨拶を述べました。このランというものが世界の中で愛され、そして世界の人々を平和な気持ちでつなぎ合っている、本当に素晴らしい花であることを改めて私もこの会に出席をさせていただいて感じているところであります。19日土曜日、午後総理大臣官邸で第2回となる社会保障改革に関する集中検討会議を開催し、社会保障改革に関する公開ヒアリングを行いました。かつてスウェーデンで、年金問題を中心に大議論がありました。政権交代を契機に改めて年金制度について、その保守中道の連立政権が議論し、そしてそれを当時の野党であった社民系の政党に一緒に議論しようじゃないかと呼びかけ、本格的な議論が数年について行われていた。その政権交代がもう一度あったけれども、そこで決まっていた与野党、ほぼ与野党全体の合意が形成されていたものは、その2度の政権交代を超えてですね、その後実行に移され、今日のかなり安定した制度が現実に動いているということです。